パラサイトイブパラサイトイブパラサイトイブにパラサイトイブには1999年12月16日にスクウェアより発売されたコンピュータゲーム略称はポリエチレンにセナヒデアキの小説を原作としたゲームパラサイトイブの続編 TV コマーシャルにおけるビレーナ CG が各方面で話題となった ゲームシステム面における前作からの共通点が少なく、中でも特筆すべき点は、キャラクターから見て、前進、後退、右折、左折である通称、ラジコン操作に変更された。モデルチェンジした本作に戸惑いを覚えるユーザーもいた。ものの、同様のアクションゲームスタイルに慣れた新しい層のファンを開拓したともいえ、この操作方法が一つのジャンル操作として、 定着してからはおおむね好評を得ている。特徴的なのは R1 ボタンで武器を構えボタンで射撃というバイオハザードシリーズに対し本作はボタンで武器を構え R1 ボタンで射撃をするというものになっている。これは実際の拳銃の親指を握り込む人差し指で引き金を引くというイメージに近い操作であることから向上したグラフィック性と相まって 現実的な雰囲気がよく出ていると評価する見方もあった。また、前作から引き継いだ武器の中ンラップ要素も努めて現実的な範疇に止められた。シナリオ面では、2周目以降の特別なゲームマップが廃止されたものの、口述する様々なゲームクリア後の特典が用意され、引き続き何度も遊べるという点を引き継いだ。マンハッタン島封鎖事件から三年。事件後も、 全米各地では散発的に NMC 発生事件が相次ぎ、しかし確実に減少、縮小傾向へと向かっていた。事件後、アヤはカウンター NMC 専門機関 MIST に所属する NMC ハンターとしてスカウトされ警官を辞職。残存する NMC の追跡を続けていた。平穏な日常を取り戻しつつあった彼女は、しかしある事件をきっかけに、 再び、あの惨劇の記憶に苛まれることになる。深く静かに息づく巨大な危機は、誰も知らぬ地の底から、けれど確実に、この愚かな世界を蝕もうとしていた。FBI 捜査官の主人公、綾を捜査し、多くは、現地調達となるアイテムを用いて、障害となる敵を排除しながら、クリーチャー関連事案についての捜査を進めていく。本作は、 アドベンチャー色の濃いものとなっており、より深く綾の心情を掘り下げる試みがなされ、プレイヤーの綾に対する没入感を増幅させている。前作では、加速度的に規模が拡大していく、戦いが描かれたが、対して本作では、綾の心象をたどり、心をクローズアップすることで、 彼女の抱える葛藤と精神の救済が深く描かれており、シリーズを総括した際の大きな違いとなっている。ゲームを進行する上で発生するイベントシーンや NPC との会話で操作が進展し、次にすべきことがクエストとして新たに発生するが、逐次これらを遂行していくことで最終的なクリアを目指す。本作はアドベンチャーゲームではあるが、多くの場合、 シナリオを進行する動定で敵が障害として立ちふさがり、一部は不可避にこれらを排除することが求められるため、プレイヤーにはそれらの脅威に対抗し得る装備を整えることが求められる。この際、プレイヤーは講述する BP やポリエチレンといった要素を用いて主人公の能力を向上させることができるが、この点で前作から引き続き RPG の要素を含んでいる。なお、 エンドロール後にクリアデータの保存ができ、プレイヤーはこれを使って2週目以降の特別なパラサイトイブ2をプレイすることができる。ありがとうございます。